どうもこんにちは、なみさん。まあ、重ねましてね、イカの方を送っていただきましてありがとうございます。そしてプレゼントの送り方という動画も拝見して、あ、なるほどなと、やっぱりこういうふうに考えるよねということとか、新しく発見があったりとかしてね、まあ12分ほどの動画でしたけども、非常に、まあ動画も楽しませていただきました。で、私がね、今回、まあそしてこれまでにいろいろ感じたことなんですけども、やっぱり誕生日プレゼントに物を送るっていうのもね、もちろんいいんですけども、それに加えて動画があるとなんかね、ひときわだなというところとね、あと受け取りましたっていう動画とかがあると、やっぱりこう、ああいうふうな内容で届いてるんだな、あ、こういうふうなカードがついてるんだなっていうのを確認できて、次にも生きるかなっていうところがあったりするんですよね。なんか今あれですよね、いいですよね、自分の送ったものが動画の中でポンと取り上げられると、あ、送ってよかったなと思うもんですよね。それでですね、今回まあ物は送ってはなかったんだけども、動画のね、ハッピーバースデーが結構ありまして、まさにね、私のことが動機で YouTube を始めた方がこぞって自分の YouTube チャンネルの中で、今日はね、久保さんの誕生日ですみたいな形で紹介してくださると、いや非常にね、まあ、ちょっと照れくさいものがあるなっていうかね、嬉しいものがありますよね。まあ、その件でも YouTube ができてよかったなということがあります。まあ、YouTube ができてよかったなっていうか、 YouTube は誰でもできるんですけども、でもね、いろんな事情で、あ、ちょっとできんわって方もいらっしゃいますんでね、まあけどあれじゃないですかね、その Facebook などをやってると、お誕生日おめでとうというメッセージはやっぱりメッセージで来るんですけどね、もうそろそろ返信ができなくなってきたんで、もうそちらの方はちょっと一括してね、ご挨拶いただいた皆さんありがとうございましたっていう形になりますけども、でもやっぱり動画メッセージを送ってくださる方、今回十数名いらっしゃったんですけども、まあその方に一件一件動画メッセージで返すことはまだできてるかなっていうところですかね。まあそして、まあ物を送っていただいた方ね、本当に私の好みよくご存知だなというところばかりで、さまざまなのを送っていただきましたけどね、和菓子とかがね、やっぱりね、ありましたね、和菓子。まあ普段こうやって YouTube で発信してると、これだったらいいんじゃないかなっていうのが分かっていただける方もいらっしゃって、まあこれも一つね、その YouTube のメリットですね。もらう方もありがたいけども、送る方もあんまり迷わなくて済むみたいな感じです。そして誰もが予想しなかったものとして、私はマネークリップの代わりにお財布と、そしてこのホルスの目のチョーカーの代わりに元通りのアルマーニのネックレスというふうに、これはね、難しいんで自分で買いましたけどもね、これは誰も分かんないだろうと思いましたんで、もう分かるとしたらもう相当すごい人ですね、もうエスパーですね。まあ誕生日っていうのは、もうこの年になったら誕生日どころじゃないよって言っても、心の中でやっぱりね、期待するもんですよね。気づいてもらえるかなとかね、なんかもらえるかなとかね、もらえるっていうのも、その物が欲しいというよりも、分かってたよと、準備してたよ、探したんだよっていう風な、そういうところがやっぱ嬉しいですよね。幼い頃はね、もらうものが嬉しかったんですけど、でね、不思議なことにね、不思議なことっていうか当たり前かもしれませんけども、今欲しいものがあったらやっぱ自分で買えるようになってるわけなんですよね、相当なものを。でもやっぱり、送ってもらえる存在でいるっていうのはまだ、嬉しいですね。ありがとうございます。本当になんか表現難しいんですけども、ありがとうございますしか言いようがないです。じゃあこれからもよろしくお願いします。はい、長くなりました。失礼します。